皆さんお疲れ様です。限界社畜日記のポン吉です。今日は仕事が辛い時皆さんはどうしていますか。4月から新しく会社に入って新入社員として働いている人、はたまた長年会社に勤めて役職を持って働いている人、またいくつか転職を繰り返して様々な会社を経験している人、いろんな方がいると思います。もちろん仕事がうまくいっている人もいるとは思うんですけども、そんな人でもやっぱりある日仕事で疲れた、辛いっていうのもあると思うんですよね。もちろん毎日仕事が辛い人っていう人も多いと思います。僕もいくつか動画にはさせていただいてるんですけども、やはり残業が多かったりとか休日出勤が多かったりとか、まあ、それで辛いっていうのもあるんですけども、まあ、なかなかですね、思い通りに仕事がいかないとき、そんな自分が不甲斐ない、あとはそんな自分に苛立つ、でその苛立ちのぶつける場所がない、または人間関係で疲れてしまった、本当に多くの要素で日々疲れを感じる、辛いと感じることがあります。この動画を見ている視聴者の方もう勝手になんですけども、仕事が辛かったり日々大変な思いをしている方が多いのかなと思っています。そういった中で皆さんはそういう自分の辛さをどのように解消してますか。よく友達、恋人、家族、周りの支えてくれる人たちにやはり今の辛い状況を話して相談をするっていうケースが多いと思います。実は僕はですね、そういったことをあまりしないんですね。なぜ周りに話さないかなんですけども、会社の人たちにこういう相談をするっていうのはリスクがあります。いろいろと過去動画でもあるんですけども、まあ、ミスったこともありまして、会社の人にはこういう相談はできない。あとは友達だったりとか家族ですよね、に、まあ、こういう相談とか辛い部分で話をするっていうところは、今そういう時間がなかなか確保できない中で話す機会があった時はなるべく楽しい話をしたいなという勝手な自分のポリシーというか考えがありまして、なので今結局仕事で忙しくて友人だったり家族と接する機会は本当に減っている状況なんですね。そういった時にせっかく会えたんだったら何か楽しい話をしたいっていうところもあって、なかなかですね、そういう仕事の悩みとか相談っていうのができないんですよね。あとはどうしても相談したとはいえ、相談されてる相手に関してはやはり僕当人ではないので、やっぱりわからないですよね。正直もちろん僕が誰かの相談を受けたとしても、もちろん第三者の意見っていうのは大切だとは思います。でもやっぱり当人ではないというところもあって、その人の辛さとか大変さっていうのは、まあ、こう自分の物差しでは測り知れないものに僕はなってるんじゃないかなっていう考えがあって、あまりですねこう知人には話さないようにしてます。ってなると、まあ、自業自得ではあるんですけども、なかなかそういうね、話す機会がないので、どんどん自分にねそれが蓄積していくっていう状況になってました。あとはこれも良くないんですけど、本当に辛い時とか仕事が大変、もううまくいってない時って誰かに相談してこうすればいいんだよとか、まあ、そういうアドバイスをもらったとしても、いやわかんないでしょっていう、こう気持ちになっちゃう自分、まあ、その結局ピリピリしてたりとかイライラしてるので、そういう自分がいて、それをね未然に防ぐためにも相談をしないっていうことをしてるんですね。本当はね、多分相談したりとか話したりした方がいいとは思うんですけども、僕はまあ友達が少ないっていうのと恋人もいないので、なんか悲しくなってきました。皆さんは相談しますか？でも本当に信頼できて心から話せる人がいるっていう人は本当にいいですよね。
僕もそういう状況だったら多分ね話せると思うんですけど、なかなか僕今ね友達いますよ、いるんですよ友達、あの仲のいい友達が、あの指で、あの片手で収まるぐらいですけど、でもなかなか今近場にいないっていう状況で、気軽にね会うこともできないので、今近くにそういう人がいるっていうのは本当にいい環境なのかなと思います。友達ください、僕に。でも YouTube を始めてから、 YouTube でコメントをもらって、この動画見てる方は本当に様々なその持ち場での大変さ辛さっていうのを抱えていらっしゃる方が多くて、でそういった方々の経験とか考えとか今の状況っていうのがこの YouTube を通して知ることができて、自分もまだまだ頑張らなきゃなとか、本当にこの方辛いんだな、自分も辛いんだな、わっしょいっていう感じに本当になっています。なので自分だけじゃないんだ。しかも仕事で大変なだけじゃなくて、プライベート、例えば家族関係とかそういったところでも今問題を抱えている人もいると思うんですよね。で僕も、自分ごとにはなるんですけども、最近地元にいるおばあちゃんが本当にボケてきたようで、いろいろ大変らしいんですね。でそれが逐一ですね、何かこうグループラインがあるんですけども、そこに今日は記憶がおかしいとか報告が来て、なんかそういうのを見るとなんかこう どうしようっていう気分になるんですよね。まあ年相応ではあるんですけども、なんでそういうプライベート仕事、こういうねいくつかやっぱ重なるもんですよね、大変な状況、辛い状況って。なんで今回はね、出張先近くに海があったので海に来てみました。あの汚い海でした、すいません、この海の管轄の方、ちょっと汚かった、まあ、でもねやっぱり海に来るとこの広さっていうのはね実感できました。普段海なんてね交わることがないので、なのでまあちょっとねこういつもとは違う景色を見て、この時はぼーっと考える時間を朝作りました。はい、まあ、皆さんもですね、日々辛い、仕事だったりとかに立ち向かっていらっしゃると思います。何か私はこんなことをしてるよとか、僕はこういうことをしてるよ、Y はこういうのをしてるんやとかあれば教えてください。